ズマチャンネル。こんにちは、ヒグマです。今日は、アンティークのね、逆さになってしまう帯、柄が逆さになってしまう帯を、つまり引き抜き結びをしなければならない帯を、引き抜き結びをしないで簡単に着付ける方法をやっていきたいと思います。まずはこちらをご覧ください。はい、これが私の持っているアンティーク の逆さ帯ですね。引き抜き結びをしないと柄がちゃんと出ないっていうものです。ここにね、竜がいますよね。でも竜の顔逆さまになってんですよね。これ角を下に生えてるし変ですよね。普通これ普通のお太鼓を結ぶとこういった形に、こういった形になりますよね。するとね、竜の顔が逆さまなんですよね。まあ竜は空を飛ぶから逆さまになって飛んでても変ではないんですけど、そういうこともあるかもしれないけど、ちょっとやっぱり、勢いがないっていうかね、この竜の顔も困った感じに見えちゃうかなと思うんですよね。ここでね、この竜のね、この顔のところを見ていただきたいと思います。これね、よく見るとこういうところにね、刺繍があるんですよね。でもね、ほら、刺繍、ここの刺繍、これ取れちゃってますよね。こっち側ももしかしたらピリピリって取れる可能性もあって、結構ね、痛みもあるんですよね。それで引き抜き結びをして布が擦れるとまた傷んでしまう可能性があるので、なるべくだったら引き抜き結びはしたくないなっていうことで、はい。で、帯、今日はこの色の濃い方をお太鼓にするっていうことで作っていきたいと思います。タレはこの部分、裏の白っぽい方を使います。それでね、こっちにこういうふうに持ってくると、ほら、竜がね、これでもうすでに、ほら、正しい位置になってますよね。これもう逆さが直ってるんですよね。で、そしてあとは形を作っていくんですけど、これにはちょっとしたコツがあります。このままここでね、こういう風にしてやると、例えばね、ここにこういう風に三角に、はい、例えばここにこう三角にして、こういうふうに折ったとしますよね。はい、折ったら、ほら、ここが最初これでいけると思ったんですけど、ほら、ここが輪になってる部分が上になっちゃうんですよね。半幅の巻き方が間違った状態になっちゃいますよね。だからこれを直すっていうことで考えてみました。ではこれを見ていただきたいと思います。はい、それではやっていきます。セッティングはだいたい2分でできました。ちょうどね、この竜の体全体が見えるようなお太鼓にしていきたいと思います。この菜箸がだいたい30センチぐらいなので、この辺かなっていうことで、お太鼓の下線のところに洗濯バサミを留めていきます。その洗濯バサミを上に上げて、でこの半幅より下の部分ですね、そこに三角に折って半幅部分を作っていきます。はい、三角に折って、まあ、矢印のような形にします。はい、そしたら洗濯バサミの部分を、はい、下げていきます。これでね、だいたいお太鼓の形は出来上がりましたね。だけどこれだとものすごいタレが長くておかしなことになっているので、この部分はちょうどいい長さになるまで折り込んで隠してしまいます。あとまだね、ちょっとお太鼓が長すぎるかなっていう思うので、そこの部分もちょっと折ってちょうどいい形まで調整します。
ここでね、洗濯バサミを止めます。ちゃんとしたね、着物用ピンチがたくさんある方はその方がちゃんと止まっていいかなと思います。はい、ね、洗濯バサミで止めました。あとはですね、帯揚げをつけた帯枕ですね、これを通していきます。はい、通りました。そして帯揚げの下をピンチで留めて、これでね、もうね、お太鼓の形は出来上がりです。これをお腹に当てて前結びしていきたいと思います。はい、まずはこちらを帯枕を装着します。ちょっと位置が低くなっちゃったので、よいしょ、もう少し上ですね、このぐらい、はい、はい、そしてここ、次はこちらを取って、はい、こちらを取って、取っちゃうと落ちるので、ここは紙紐で固定した方がいいかもしれない。ちょっとね、このやり方についてはちょっとまだ研究の余地がありそうなんですけれども、まずはこれでやってみます。これをここで止めとこうか。で、ここに止めたかな。これ1個しか止めてない。で、これで巻いていきます。巻いてしまえば多分安定してくると思うので。巻きます、巻く、よいしょ、これで一重でしょ。そしてこれで二重巻いた。二重巻いたね。あ、はい、これで胴巻き部分が2周しましたね。で、右にあるピンチを外して、そして左の方につけて固定しますね。はい、で、これで胴巻き部分固定されたので、次はお太鼓の下線に段ボール入りのお太鼓サポート仮紐を入れます。これはね、仮紐とはいえ入れっぱなしにしておけるので、お太鼓の形を維持するのにね、すごくね、役に立ちます。今回のね、このアンティークの帯もね、すっごい柔らかいんですよね。くにゃくにゃの帯なので、この仮紐を入れることによってね、かなりね、形維持できて良かったと思います。はい、これ入れちゃうともう太鼓安定しますので、あとは、手先ですね、手先を入れて、ところがこの手先がなんとこんなに長いんですね。もう一周できたかもしれないくらい長いです。まあ、ただ割と薄手の帯なのでね、ちょっと厚ぼったくなってもそんなに支障はないっていうことで、もうこう厚ぼったくして、手先を厚ぼったくして入れることに折って入れます。はい、本当に厚ぼったくなってる。はい、入
りましたね。あとは帯締めをしたらお太鼓の形は出来上がりですね、はい、帯締めはトルソーさん持ってました、はい、帯締め帯揚げは今回赤を使ってますね、まあ、赤い全体的に赤を基調としたコーデっていう感じですね。この着物は江戸小紋なんですよね。レンガ色っていうのかな、ちょっと朱色っぽい赤の江戸小紋になります。はい、これでほとんどお太鼓の形は完成ですね。かな。そしたら回しますか。はい、それでは回しましょう。はい、回します。はい、ここからはもう仕上げなので2倍速でご覧ください。まずは帯枕の紐を縛り直して仮紐を外します。そして次は帯締めを結び直します。くるりんぱのゴミ袋を外します。これね、広げてスルッと抜きます。仕上げは帯揚げですね。いつもこの帯揚げにね、結構時間がかかるんですよね。帯揚げは赤のちりめんですね。赤にもね、いろいろあるんですけれども、私はこの今締めてるこの赤い帯揚げがお気に入りでね、結構本当によく使ってますね。はい、襟を整えて、でおはしょりがね、ちょっと今回三角折りがちょっとうまくいってなくて、あんまり綺麗じゃないです。はい、はい、まあできたかな。ちょっと帯の位置がね、低かったのと、タレがちょっとこうちょっと横にずれちゃったような感じですよね。まあ、それでもね、龍は出たかな。これね、龍のね、顔と体を入れると角が出せなくって、本当結構ね、これもう柄出すの難しいですよね。逆さだっていうだけじゃなくて、位置もどこを出すのかっていうの難しい帯だなと思いました。はい、ちょっとね、タレと太鼓ずれてるんですよね。はい、できました。後ろいかがでしょうか。ちゃんとね、竜の角上にありますよね。はい、引き抜いてね、引き抜き結びをしなくても、逆さ帯はこのようにちゃんと装着することができます。ちょっとね、帯の痛みが心配な方とかはこのやり方がいいんじゃないかなと思います。ただね、
やっぱりねちょっとセッティングはしているんですけれども、後ろではちょっと難しいかなと思いました。結構ねなんていうかいつもと違う感じのところが何箇所かあって、うん、この帯を回さなくちゃならなかった。先に帯をね、普通は帯を回してからお太鼓を背負う感じなんですけど、これはお太鼓を背負ってから帯を回すっていう、そういう感じでちょっとやっぱり前結びの方がやりやすいかなとは思いました。ちょっといやいつも やってないことなのでね、いつもやってれば簡単なのかもしれないけど、やっぱり前結びだからできたかなと思います。いかがだったでしょうか。今日の動画はこれでおしまいです。気に入っていただけましたら高評価、またチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。